当になんか画面がさっきからおかしな状態になってね、途切れたり途切れなかったりでちょっと見づらいかもしれないです。申し訳ございません。申し訳ございません。大丈夫でございます。大丈夫でございますかね。はい、聞いてますかね。行ってますかね。届いてますか、ね、あなたに私の声は届いていますか。届いておりますか。はい、まあそんなわけでですね、おバカなんです。なんでね、はいはい、ただね、本だけは昔からやたらと読む。あ、だから、はいはい、言葉遣いがね、引きこもりだったから、人と会話する言葉遣いじゃなくて、文章を読んで覚えた言葉とか、たまにね、変な言葉は知ってる。なんか、いやおうなしにとか、普通に日常会話として使っちゃったりする。なんか、致し方ないよねとか、よく言いますよね、私ね。なんかね、よく、すーちゃんの言葉は古いっていうことで、秋か
植物のその四季の入れ替わりが登るにつれて見える感じで面白いですよ、この時期の。まあ、みんないろんなものを経験してるように山の方がいろいろ白いんだりとか、やっぱね、とかくね、あの、あれなんですよ、一人が好きなんですよ。アウトドアだね。アウトドア、アウトドア派だね。アウトドア派だね。意外と引きこもりなの。一人になれればどこでもいいんです。
目の前の方に。そうですね、秋の景色が。赤石さん、長野綺麗です。長野綺麗ですよ。はい、綺麗ですよ。秋ですねって感じで色合いになってきましたね。もう小さい秋どころじゃなくて本当に秋ですよ。大きい秋ですね。大きい秋ですよ。はい、あと何分ぐらいあるんですかこのツイキャスト。途中でキレキレなんで、はい、あと10分20分。20分、長くね。長くね。一回切れてます。何回か切れてます。切れて、あ、切れるとまた30分に復活しちゃうってこと。そうなの。復活しちゃうって。ゼロからなんですよ。あの、そんなにやりたくねえのかっていうのがバレてしまいますね。実は2本分ぐらいやってるんだよ。マジで。マジで。そうなんだ。そしたら前後編だね。前編。じゃあ前編後編になるね。前編後編。なるほど。なるほど。途切れ途切れになってるんじゃないかっていうね。影が途切れ途切れ。大丈夫か。大丈夫。雲だいぶありますね、今ね。そうですね、うん、雲結構ありますけど、でもその向こうは青空なんでね、まあ、雨が降るとかなさそうかなっていう。雨は雨の方ではないかな。綺麗ですね。綺麗ですね。カメラ向けてほしいぐらいに綺麗ですよ。すいません。インターのあの針の早めがありましたよ。景色とか見て横よそ見しないでください。見せろや。いや運転変わろうか。やめてください。池田君、運転はどれぐらいしてないんでしたっけ？10年くらいしてない。10年くらいドライブしてない。ゴールド池田です。ゴールド池田。ペーパーゴールド。ペーパーゴールド池田。池田君、行っちゃう？僕に命を預けてくれた。お断る。お断られましたよ池田くん。残念だ。ペーパーゴールド池田。でも加藤さんゴールドなんだよ池田くん。ゴールドなの？そうだよ。でも泥の船に乗るような感じだな。金メッキだね。大きな泥の船だよ。ものすごい大きいよこの泥の船は。泥に金箔貼ってるじゃん。メッキ加工されてるからね。いいね。沈むね。沈まないの？この沈むのかなやっぱり。なんだろうね。だって泥でできてて、はい、大きくて、うん、金メッキなんでしょ、うん、沈むわ。沈むね。重いだけじゃんただ。浮かばないぜ最初から。浮かばないぜ。泥だってちゃんとしっかり作ったら浮力で浮くんじゃないか。鉄の船だって浮くんだよ。うん、そうだね。作り方なんだよきっと。ああ、なるほど。なるほど。これロックできない。じゃあ行っちゃう？池田。ただ池田くん、うん、作り手の技術力っていうのがあるんだよ。いいな、ね、僕は向こうから大山に行くわって言ってたら、ね、ああ仕事だけだと投稿したよそ見行けません。ゴールド池田、前説の名前が決まった。マジゴールド池田で行きますか。ゴールド池田、前説男、ゴールド池田、ゴールデンです。ゴールデンですかっこいいな。こんなまだ死にたかないよ。一毛さんは全く映らないですね。一毛さんは映しますよ。いや映しません。いいや、いい、やめてくれと。やめてくれと。カメラの主導権を握っているのは一毛さんです。一毛さんですね。なので一毛さんが映りたくないということで映らないようになっております、はいはい、カメラは大好きだけど映るのは嫌なんです。そうなんです。わがままですね。わがままです。俺はいいんだよと言うんです。でもさっき何回も映ったらいい。雨ちょっと降ってます。雨、雨ではないかな。窓ガラスがちょっと一毛さんが窓ガラスを外頑張ってます。頑張ってますね。映りませんきっと。映らないと思いますね。残念です。あ、残念だね。一元さん、道路を思いっきり映してるだけになってるね。そうだね。悲しいね。他の山とか一元さん、見えるじゃない。これ綺麗だよ。綺麗だよ。やっぱり山が綺麗だよ。まあ、画質の問題もありますからね。なかなか届いてるかどうかの不満ですね。浮き、浮き、浮きは綺麗だね。綺麗だね。忘れちゃうんだよな、口から出るし。
だんだんみんな言うことがなくなってきたもんね。ただね、ウェブはね、眠い。だから、あ、そうですね。池田もね、酔い止めが効いてきたのがね、眠くなってきたね。酔い止め眠いじゃん、ね、こいつら真ん中2人はね、酔い止め薬を飲んでるのでね、眠いみたいですよ。そうする、プラモ作ろうかな。やめなさい。素敵なシステム、一部さん。泊まりの速攻調査、これで大丈夫なのかなという形で。あ、もうすぐですよ。もう次、茅野に来たんで。茅野で、ね、茅野に来たので、はい。ようこそ皆さん、茅野の。あ、いた茅野さんだ。茅野さん。さんはい、じゃあ茅野さん、頑張って喋ってください。私の街に。ようこそ、みんな知り合いだからね。茅野さん、頑張って喋ってください。頑張って。あと、マクスター。これね、うちのおじの会社。これって言っても見えてませんからね。あ、そうか。画面の向こうには伝わらないんですよ。あっちの部分めっちゃ黄色い。もう黄色かった。街路樹も黄色いね。黄色いね。美しい。しかも綺麗にあそこだけ日が差してるね。これ日が差してる。日が差してるの。日が差してますね。あれって。それもね、天気がね、残念な感じ。ちょっとね、雲がどんどんね、暑くなってきましたね。シザーカメラコンってぶつけましたよ。大丈夫ですか。カメラを上げようとした瞬間にフロントがカンカンぶつかってますけど大丈夫です。後ろカメラマン意外にね、すごいあのコンテあのね、車幅がないというか、なんていうんですかね、感覚がないんですよね。なるほど、なるほど。そうだね、いちげちゃんが行きたいところにガラスが邪魔していけないって、ね、なるほどね。いちげちゃん、ガラスが通り抜けられないんだよ。そうなんだよ。フリーカメラマンだね、自由だね。フリーズ、池田、あ、池田じゃねえ。池田くんはゴールだ、ね、ゴールだな、ゴールと池田、ゴールと池田。あとどれぐらい時間ぐらいですか。まだまだ、ね、もうみんな、もう早く終わんねえかなって思ってます、ね、あと13分、何喋ってたね。2本分喋ってるからね。なんか話題をひねり出しましょう。そうですね。団長、なんか話題ありますか。話題ですか、はい、そうですね、みんな紅葉の思い出とかはないの。なんかうん、こういうことがあったなっていう。日帰りは日帰りです。日帰りですよ、ね、寝てしまえ。本当ですか。寝ますよ。本当に寝てしまいますね。本当に寝れますから。紅葉のお土産、え、何 お土産もみじまんじゅうとか。それはきっとな、紅葉のお土産を。広島か。紅葉の思い出っていうか、うん、紅葉、秋で、はい、この時期、うん、まあ自分が働いてるところ、職場の目の前が、うん、街路樹がすごいんですよ。はい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 。なんで落ち葉が半端ないんですよ。朝掃き掃除をして、うん、してる端からもうどんどん積もっていくんで、なかなか大変なんですよ。エンドレスだね。ただね、朝一はね、落ちてすごい綺麗なんだけどね、日が経つにつれて人が通るからね、日が荒らされてね、ぐちゃぐちゃになっちゃう。ぐちゃぐちゃになっちゃって、ああかわいそうに。雨なんか降った後もっとトークしてください。映らない代わりに一恵さんしません。そうよね、まあ、ですら無理ですもんね。こうではないんですけど、黄色なんですけど、蝶がよく街に割ってるじゃないですか。はいはい。あれ銀杏になってるやつがあるじゃないですか。うちの今住んでるとこじゃなくて、実家の近所が銀杏が落ち、銀杏がなっちゃう、雌雄両方割ってる街路樹、めっちゃ銀杏が落ちてて、めっちゃ臭いんですけど、これね、秋になるとね、朝になるとですね、銀杏を拾ってるおじさん、おばさんに出会うんですね、うん、街の道路で、車ビュンビュン通ってるの。で、車道の方に落ちちゃうんですよ。それを取ろうとするおじちゃん、おばちゃんを見ると、ああ、秋だなーって思って、ね、秋の風物詩ですね。それぐらい、私の薄いなー、この思い出。山の中の、はい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 、で、まあ、野生でも栗の木とかが生えてるわけ、うん、でも秋になると伊賀栗が落ちてきて、そ
て集めて茹でたりとかするってやつなんだけど、はいはいはい、取れたての栗って生で食べれるのよ。あー食べれるよね、新鮮なやつ。新鮮なやつ、ね、うん。じゃあ親父がよく取ってきて一人で食べたいがために剥いて食べてたなと思って。そう、うちも親父が食べてて、それも俺を真似して小刀みたいなやつで割って渋皮剥いて白いところだけカリカリ食べるんだけど、うん、美味しいよね意外と。美味しいんだけど、はい、それを覚えたのがうちその時にあのゴールデンレトリバーの犬を飼ってたんだけど、はいはい、犬が胃がくりこうやって自分で前足でこうやって割って中の栗だけ食べて食べるっていうのを覚えて、イガグリ見つけると飛びつく、自分の手で割る、でも自分の手に鳥が刺さるから痛い痛いってやりながら、やっぱ痛いんだね、やりながらこうやってパカッてやって加えて持ってくるっていう、で割ってみたいな感じでやって食べると渋いから、あんまり一個二個ぐらいしか食べないんだけど、もうで秋だなと思ってイガグリ見つけに行くっていう。生の栗ってどんな味？甘くもない。なんかね、本当にね、ナッツって感じ。ナッツ、ちょっと渋みのあるナッツ。でかいナッツ。ま、マカダミアみたいな。もうちょっとね、なんかね、しっとりしてる。ちょっと想像がつかず、想像つきにくい。なんで説明すればいいのか。あれはあの食感でしかないんだよ。ちょっと気になるけどね。あともう田舎だから、自分の家の裏に、もう樹齢何百年ってなるような、あの、クスノキが、生えてるんだけど、あの秋になると落ち葉がやっぱりすごいね。落ち葉はね、やっぱどこも落ち葉はね、木があればね、落ち葉出てくるもんないけどね。あと秋で紅葉。銀杏のその臭いってよく言うけど、いまいちよく分かってなくて、もしかしたら分かってる、嗅いだことがあるかもしれないけど、そんなになんかすごいさーっていうようなイメージがあんまりなくて。銀杏の草が傷んで湯が出るんですよね。あんまりね、それがね、分かってなくてね。いや、多分臭いと思う。臭いですよ、臭いに。地元でも、銀杏とこっちで変わった気がするんだよなと思って。何、臭いとはその時思ったけど、それが銀杏の湯だっていう認識がなかったんだけど。ないかもしれないですね。いやいや、トゼルに入っちゃうんでね。もしかしたら電波がね。また30分になっちゃうじゃないか、大変じゃないか。その時は一旦終了します。終了しましょう、その時はね。切れないことを祈り